はい、どぶれです。今回ですね、トレクルの、お時間ではなく、ついに、私、ゲットしてきました。100年後の未来、来ました。いやね、ワンピースカードですよ。もう、かなりね、やっぱ、第1弾が出てから結構経ってはいるんですけど、まあ、当初ね、自分もやりたかったんですよ、ワンピースカード。やりたかったんですけど、やっぱね、全然売ってないね。うん。びっくりするぐらい売ってなくて、第1弾はちょっと逃して。で、途中で、なんかギアフィフスのやつあったじゃないですか。あれを、なんか友達にここにあるよっていうのをいただいて、一緒に行ったんですよ。でもそれでもなくて、もう、その時間にはもうなくて、うわ、マジかと。で、もう諦めたんですね、その時は。で、この500年後の未来も、予告といいますか、その、広告が入った時に、日にち的に、なんか、次の日とか、その次の日とかだったんですよ。ね。なんで、あ、これは買いに行こうと。絶対に。買いに行こうと思い、当日、早めに行ったんですよ。でも、なかったんですよね、その時。え？って。当日に行ってないことあんの？みたいな。ってなって、まあまあ、こちらも諦めてたんですけど、まあちょっとね、昨日、まあちょっと買い物、これを買いに行ったわけじゃないですけど、普通に買い物行った時に、見つけちゃいましたね、これ。多分、行った時に入ったのか、ほんと朝に入ったのかわからないんですけど、もう、なんか、かなりの量あって、おー、やったということで、買ってきました。はい。ということでね、ちょっとワンピースカード開封動画ということでね、今日はやっていこうかなと思ってますね。まあ一応なんか当たり枠とかはチラッとは見たんですけど、まあ、あれですね。正直一番欲しいのはサボ。サボエースですね。はい。あとリリースかな。うん。一応そこ狙いで。で、一応なんか、一応、参考程度に言うと、一番レアがハンコックでいいのかな、あれ。ハンコックとかだと思いますので、まあ、ちょっとハンコックが当たれば、最高ということでね。まあ、ちょっと一個ずつ、パック開封していこうかなと思ってます。まあ、ということで、やっていきましょう。まあ、ということで、パック開封していきましょう。これ、あれですね、指紋がつかないやつですね。やってみたかった、こういうの。で、一応、なんか箱をこれ、剥がせるのが、なんか、剥がし方がありそうですね、これ。なってるこれ。こんなんじゃないよね。こんなんじゃないはずだよね。うん、もういいやこれで。はい、ということでこんな形で開けましたね。さあ、ということでこちらがパックですね。すごい量、すごい量ですねこれ。すげえ。いやー、自分ね、昔ね、やってたカードゲームとかもあったんですけど、やっぱ、当初はやっぱね、子供なんでね、なかなか、やっぱこう、ボックス買いとかってできなかったんですよ。やっぱそんなに、ね、お金も持ってなかったんで、うわ、これが大人買いってやつですね。初めて大人買いみたいなことしましたよ、こういうの。カードパックとか。さあ、ということで、やりましょうか。さあ、ということでね、パック。まあ、で、狙いとしてはやはり、あれですね。サボ。サボエース。狙っていきましょう。確かサボエースいたはず。ということで、いきます。一パック目。これね、なんか、よくやってる人は、こうやって開けてますよね。なんか、こうですね。はい。で、なんかこの、当たりがどこに入ってるかってあんま分かってないんですよね。なんで、ちょっと、それも見ながら。おーっと！最初に、サンジですね。かわいい、サンジ。しかもちっちゃい子の3時ですね。いやでもね、やっぱこういうのを買うと、カードゲーム始めたいなと思っちゃうんですよね。さあ、2枚目。お、マホ。いいね、マホ。海賊王の奇跡の特攻キャラですね。さあ、次。お、なんだ。
インペルダウン。あ、雷のやつか。はいはいはい。さあ次。お、なんか光ってね。ね、待って、なんか光ってるかも、これ。あ、ちょっと待って。これは違うね。はい、ミホーク。かっこいい。次ね、次。次光ってた。あ、違う、次じゃん。その次か。はい。お、かわいい。ロービー。ええー。しかもこれあれじゃない？エッグヘッド編のね、イラストですよね。いや、でも自分ね、まだエッグヘッド編見てないんすよね。なのに、この500年後の未来買っちゃうっていうね。いや、いきますよ。なんか光ってんのよ、これ。ん？なんだろう。ボニー！おー！え？これ何？え、これ SR じゃん。え、待って、SR ってどうだった？あ、これ SR ってスーパーレアかな？スーパーレアの略？ 10 種類の中の一つ。うわ、すげえ、これ。めっちゃキラキラしてる。さ、次。あ、これラストか。あ、一番後ろが当たりかな？じゃあ、ちょっと待ってね。ちょっとこの時のために私ね、スリーブ買ってきたんですよ。スリーブ買ってきたんですよね、これ。ちょっとサイズ合うかわかんないですけど。買ったことないんで。100均で買いました。100均で買って、こんなんです。学習帳です。入るよね。サイズは一応確認してきたんですけど。いいですね。後ろは学習帳です。お、なんかいい感じハマってんじゃん、これ。ワンピースカード。いいね。さあ、とりあえず、1体目当たり枠ですね。まあ当たりだよね。SR 出たってことは結構。さあ、2パック目いきます。この、開けるの全然ない、ね。さあ、次。おし。最後のがいいやつってことが分かりましたね。さあ、行きましょう。おお、カポーティ出るんだ、これ。あれね。ベイビーパックファイトね。確か。さあ、待って、また光ってる。ちょっと待って、カポーティ。はい、カポーティ。あ、フーザ。ソラジム、あー、フーザね。あれね。槍使い乗ってるやつね。さあ、次。こんなかっこよかったっけ、フーザって。はい、次。おー、あ、待って、これ、あれじゃん。ウルージーさんじゃん、ウルージーさん。さあ、次。バッキンか。これあれですね。ウィーブルの、なんか、ババアですよね。さあ、次。あ、バルトロメオ！いいねー。次？これまた光ってんのよ。また光ってんのよ、これ。これまた光ってんのよ。ちょっと行きますよ。シビゾ。おー、ストヨシー！これも？あ、待って、これも SR じゃん。え、なにこれめっちゃよくね？いい引きしてんじゃない？ストゥーシー。素晴らしいですね、ストゥーシー。こういうの集めてると、やっぱカードゲームやりたくなりますよね。さあ。3パック目いきます。ちょ、どんどん、やっぱスピードアップしていきましょう、これ。ね。時間が、あれなんで。動画時間がえげつないことになりそうなんで。はい。ノロノロビーム。ジンベイ、お、いいね。ジンベイとコアラ。さあ、次。おー、サンダーソニア。まあ、今回当たりがね、ハンコックということで。はいはい。ピタゴラス。これ知らないですね。これあれか。エッグヘッド編のやつか。さあ、次。はいはいはい。マスクドデュース。スペード解除。あー、あれか。エースの。あれか。あれだ。さあ、次。お、これはレアですね。ホムラサキ。まあまあまあ、いいでしょう。いいね。いや、でもこれもかっこいいわ。普通に。R でも。R でもかっこいいね。やっぱり。ちょっと R と。ノーマルを分けときましょうか。さあ次4パック目。さあ。なんかリーダーカードみたいなのもあるんですよね。リーダーカードもちょっと見ていきたい。はい、ジンベイ。いいね、ジンベイ。やっぱジンベイといえばね、やっぱあれですね。ホールケーキアイランド編でビッグマムにね、杯を渡すっていうところがやっぱかっこいいよね。さあ、撤回。いいね。ここでね、ルフィの攻撃が全く効かなくなるんですよね。はい。おっ、いいね。ビンスモークレイジね。ちょっと待って。さっき言ったよね。ちょっと待って。あ、いたいたいた。これ、いいね。お、ルフィ！ん？これ、あ、これあれだ。多分、天竜人を殴った時でしょ、これ。さあ、次。あー、光ってない。ハンコク！いいね、ハンコク。あ、まだいたわ。ごめん。はい。あ、ダダンだ。いいね、ダダン。この子。え、待って。
涙光ってる、これ涙光ってるわ。よし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 、いいよいいよ。でどうなんですかね、この一ボックスに SR 何枚入った方がいいとかってあるんですかね。どれぐらいなんですかね。なんかポケカとかあれですよね、なんか言いますよね、その一ボックスに SR が1枚しか入ってないみたいな。はい、ドグラ、マドラ、おーこ、はい、ダダンと同じですね。はい、ダダンと同じ。はい、あ、パッパグ、いいね。じゃ次、チョッパー、あ、かわいい、チョッパー、いいね、チョッパーかわいい。待って、ロミンとかってさ、ああいうのちょっと揃えておきたいね。これとちょっと一緒にしときましょうか、なんか似たような感じなんで。お、いいね、サンタソニア。はい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 、トリコの矢。次、はい、おー、ハンコック。あ、これさ、これあのトレクルのさ、あれと同じですね。え、イラストと似たやつありますね、これ。6パック目かな。はい、6パック目。さあ行きましょう、6パック目。お、カリファ。これどうせならなんかノーマルカードも全部集めたいですね。でも無理か、枚数的に2ボックスは無理なのか。モンダ、はい、モンダ。あー、ステリーね。さあ次、何これ、かわいい、アトラス。さあ次がビッグバン、あ、ビッグパンか、これビッグパンって言うんだ、ビッグバンだと思ったずっと。さあ次が、あ、ロー、え、かっこよ、ロー、ロー、かっこいいね、これハートの海賊団、いいね、これかっこいいわ。今一番くじもやってるじゃないですか、このカード、あ、カードじゃない、あのワンピースね。でなんか残り十何個でローとラストワンが残ってるんですよね。ってなった時って皆さん買います？自分ちょっと迷ってとりあえず買わなかったんですけど。はい、エジソン。あ、これあれですね、さっきのエッグヘッド編の、あんま分かんねえな、ここら辺な。あ、いいね、いいわ、懐かしい、こいつこいつ懐かしい。ロビンのとこのね。あ、待って、また光ってる。いいよ。はい、ノロノロビーム。またノロノロビームね。ノロノロにクロコダイルが出た。あ、かっこいい、クロコダイル。かっこいい。ちょっと待って、映像ちゃんと撮れてるかな。初めてなんで、ちょっとあんまりうまく撮れてるか。さあ、行きます。次。革命軍。おお、だって、ドラゴン来た。来た、ドラゴン。すげえ。かっこいい。これも SR？ あ、これも SR だ。ドラゴン。めっちゃ光ってる。はい、いいんじゃない？どうなのこれ、なんか決まってんの、このさ SR がさ何枚入ってるかとか。いい引きしてんじゃないの今んとこ。 3枚 SR 入ってるよ。はい、まあ、ただ SR の上に結構あるんですよね、まだね。なんシークレットか、シークレットリーダースペシャル。やっぱスペシャルカードがやばいってことよね。7パック目だっけ。一応多分編集で入れてると思います。何パック目かは。さあ、24パックあんだよな。ちょっと早くやんないと。お、コリブ。いいね。カリブとコリブね。はい。はい、マリーゴールと、エジソンね。はい、かぶり、エジソン。メガトン、キュービラッシュ。あ、ソルか。ソルね。お、ウルージーさん。いいね、ウルージーさん。来ました、ウルージーさん。ウルージーさんも光ってるね。なんか、ウルージさんがね、もう本当に強いって噂ですからね。さあ、次か。さあ、次行きましょうかと。はい。ああ、またパクりました。お、アラディンだ。いいね。イラストいいわ。で、やっぱこのワンピースカードのイラストって、通常のイラストとちょっと違うんですよね。それがまたいい。ショコ。シャカデースのシャカ、これ。やっぱ、お、これも、あ、ちょっと待って、行っちゃった。はい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 、ババアね。さあ次ね、次勝ってる。そう、和の国、おー、カイドウとビッグマムのやつですね。いいですね、これも R ですね。はい、まあ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 、いやー、サボエース来てほしい、サボエース来てくれよ、サボエース。さあ次が、よいしょ、エクエット。こんなとこなんだ、まだ知らないからね。ちょっとどんどん見、あれだね、ワンピースもどんどん続き見ていきたい。あ、ダイス、え、ダイス出んの、
フィルムゼロ、あ、フィルムあの、ゴールドのゼロですね。てか、あれですね、自分映画を、その映画館に見に行ったのが、初めてがゴールドですね。ワンピースでは。カポーティ。面白かったねー。あの、テゾーラ面白かった。あ、ボニーですね。これ初めてボニー出た時でね。はいはいはい。あ、ボニー！これリーダー？なんか違うよね。これリーダーなのかな？ L。L ってリーダーか。次。おー、ルーシー。いいね。かっこいい。ルーシーも。もうルフィとは比べ物にならないぐらいしっかり筋肉がついてる。いや、待って、これでもさ、この表紙のルフィ欲しいんだよな。なんかこういう表紙にいるキャラってあんまり価値出ないですよね。なんでなんですかね。やっぱ表紙になるぐらいだから、一番レアリティ高いと思ってもいいと思うんですけど。光ってる？光ってない。ノロ、あれ、待って、ノロノロビーム違うバージョン。ノロノロビーム違うバージョン。え、待って。え、待って。ちょ、待って、ごめん。え、待って。今めっちゃ光ってなかった？今日なんか、え、待って。なんかやばい、やばい、やばい、やばそうな感じ。やばそうな感じ。いきますよ。はい！ジンベイ！え？待って、なんか、え？待って、ちょっとすいませんね、一回。なんか、待って、星ついてる。これさ、通常のやつにはこれ星ついてないんですよ。これ星ついてる。え、なに？やばいやつ？これ。すげえ。え、ジンベイめっちゃかっこいいじゃん、これ。シークレットってことこれ。これシークレットかな星に、あれついてんの。シークレットっぽいな。いいですね。さあ次、何パック目か忘れちゃいましたけど。あ、スパンダム！腹立つね、スパンダム。なんかかっこいいな、スパンダム。はい、次。トンジット。いいね。あれね。ロング&ロ、ロングロングロング、なんとかですよね。なんかでもロングめっちゃ長くなるやつですよね。で、一周して、あの、島がどんどん、なんか日にちごとにこう出てくるみたいな、でそれをこう渡っていったみたいな、でこのトンジットは、あ、待って、書いてるわ、ロングリングロングランドだ、そう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 、これね、それでこいつだけ置いてかれちゃうやつね、竹馬乗っててバカじゃん、めっちゃ。あ、ブルージャム強いからね、海賊祭で。さあ次、おー、パック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 ね、パックパック。動物動物ではねえだろ、絶対。あ、モリア。あ、この、バカなことしたときね。この全く意味のない強化。あれですよ。ドラゴンボールでいうとこのトランクス状態ですよ。速度が全く意味ない。おー、すげえ！マーガレット一番好きだからね。いや、え、すげえ、めっちゃいいじゃん。正直一番の当たりかも。このマーガレットは。ちょっとスリーブ入れるわ。置いときますわ、ここに。さあ次、多分後半戦ぐらいになってきたんじゃないですか、これ。しょっ。あ、モリア。さあ次。お、何これ。なんかこれ見たことあんのよ。これさ、リリスのさ、必殺技の、え、なんか、でも何も書いてない。なんか違うやつなのかな。なんかあの、リリスの必殺演出の時にいますよね、こいつ。はい。フォクシーのやつね。はい、マックスドデュース。待って、また光ってるかも。モンキーディル、あ、ドラゴンね。これリーダーか。あー、なるほど。R。あ、でも持ってないよね、これね。あ、しかもこれアシュラじゃん。アシュラだ。九刀流。いいね。アシュラ結局ね、2回、ん？今、それわかんないですけど、エッグヘッドでどうなってるかわかんないですけど、自分見た中では2回なんですよね。あの、カイドウ戦と、あの、CP9 編の時のやつですね。がやっぱ、出てる時かな？アシュラ。マジで、その、カイドウ、マムの戦いの時以来、全然出てこなかった、アシュラって。だから、あ、これ、使い捨てなのかと思った。はい、モルガンズね。はい、フーザー。え、うん、なんかもう光ってる。あ、プー。次。お！ドフラミンゴ。かっこいい。次。あー、知らない。一番レアなやつ出したい。やっぱり、一番レア出したいよね。さ、マハ。なんか見せたい、やっぱ、皆さんに。
はい、サンダーソニア、ジンベイ、やっぱもう結構かぶってきましたね。はい、エッグヘッド、あ、サロメ出てないよまだ。あ、おたま、いいじゃん、おたま、ポルシェミー、サンジ、カリファ、カリ、あ、カリブ、初カリブね。はい、ハンバーグ、うん、あ、ルフィ、アフロルフィですね。ベビーパックファイトの話あんまり好きじゃないっていう人多いっすよね。自分結構好きなんですけどね、これ面白かった普通に。でもあれか、確かあの原作ではやってないんだっけ、確か。でも漫画持ってないんで分かんないですけど、原作ではないんですよね確か。だからアニメオリ、え、めっちゃ怖いじゃんこれ、え、めっちゃ怖いこの子、ヨーク、いいね、え、なんかこのコアラいい、すごい、なんか絵のタッチが違う。さ、あ、ダイス、はい、あ、竜の息吹、かっけえ、ホークシー、ペー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 じゃんホークシー、なんかあれですよね、確かホークシーも当たりますよね。ホークシーも当てたいかな、ペーペー言ってんだろうな、どうせどうせペーペー言ってんでしょ、ホークシーも。あ、ピクルス出たね、さっき。ってことはハンバーグも出るか、あ、ハンプ出たか、出たっけ、助けてクエーサー、よいしょ、ハットリ、あ、え、こいつハットリって名前なの、え、あれ、水面はコンクリートのように硬くなるでってやつ、え、なにこれ、自分のターンプラス、あ、ドンカードだ、これ1枚しかないドンカードかな、あ、エースだ、あ、かっこいい、でもこれじゃないのよね、自分が欲しかったやつ SR の方なんだよね。エースかっこよ、やばい、わかんない、 SR かわかんないけど、なんかいたんですよね、これのもう一個上のやつ、レイジュ、助けてクエス、モルガンです、ゲコモリア、あ、ゾロ、え、ってことはこれ結構あれいるキャラ、今ロビンと、ロビンとチョッパーとゾロが出てますね。あ、アイン、え、アインかわいいじゃんこれ、いいね、これは R、 レアですね。普通になんかレアも、レアもなんかレアじゃないだろっていう感じのあれですけど、ちょっとすごいね、光ってね、レアのイラストじゃないよね本当にもう SR レベルのイラストなんだけど、さあさあ、マリーゴールド、アラディン、ジンベエ、モーダ、お、モーダですね、これあの牛乳配ってる時の革命軍に確か助けられたの、確かこの子ね。あ、ロブルッチ、お、いいね、ロブルッチ、なんかかっこいい。さ、ランキック、あ、これ何、名前ランキックっていうの、出てなかったね、乱脚のあれじゃないの、あ、ごめん、乱脚、ん、あ、ごめん、乱脚だわ。はい、スパンダム、はい、ウィーブル、コアラ、いいね、コアラ、ヨーク、ヨーク、かわいいね。リリース出ないの、あ、ジーナ、はい、ジーナ、ジーナ、北斎カズカの、こんなやついたこんなやついた、あ、待って、光ってる、お、聞いた、ハンコック、ハンコックだ、え、めっちゃ可愛いじゃんこのハンコック、これ SR? SR だね、いやー、いいね、ちょっと幼い感じになってるね、イラスト的に。普通のハンコックもっとあれじゃないですか、大人びてるじゃないですか、いいね、はい、ちゃんと学習帳に入れてます。オッケー、ラスト3パック、ラスト3パックまで来た。いや、でも SR5 枚って結構出てるんじゃないの。モンダ、次数モンダ、え、何、モンダ、ん、同じ、同じやつ、次数モンダ、モンダ、雷のね、ああ、あ、ゾロだ、あー、これね、本当にこの時のゾロ本当大丈夫なのかっていうね、あんだけクマにやられて、ルフィ、ルフィと自分のね、あの疲労とかを全部受け持った時ですよ、やばいよね、あれ普通に考えて。戦国、いいね、てかあれですね、 R は今んとこ一個も被ってない、被んないようにできてんのかなこれ、今んとこ R 一個も被ってないんですよ。トンジット、あ、ウソップ、やったー、これでゾロ、チョッパー、ウソップ、揃ってますね、ロビン、はいはい、おお、ほうほうほう、クマね、好き、お、
糸ミミズ、こいつ糸ミミズって名前なんだなんか知らん名前なんだよな、全然言われたことないよね。あったっけ。あ、カク、いいね、 CP0 のカク、カクいいですね。ウソップと間違えられたやつね。あの造船所で、あの大丈夫かどうか船見てきてくれって言って、あの一番高いところから船まで走ってって、でゾロがそこで寝てたんですよね。で寝てて、なんだお前ウソップかって、ウソップだよなって一回勘違いするけど、誰だお前っつって追いかけるんですよね。はい、はい、ブルージャム、はい、ベガフォース、てかこれラストね、これラストだからね。はい、次ね、次、あ、これ新しいやつね。次ラスト、光れ。はい、ということでね、一応今回一ボックス開けた感じですけど、どうですかね。自分は一回負けたことがないので、当たりいい方なのか悪い方なのかちょっとわからないんですけど、一応をこちら SR が5枚ですね。でなんか星 SR が1枚って感じでしたね。ジンベイすごい光ってるこれっていう感じで、であとは、まあ、私の大好きなマーガレットちゃんが出たよと。であと他 R でしたね。うん、っていう形の結果だったんですけど、まあ一応なんか C、これがシークレットかどうかわかんないんですけど、ジンベイがね、シークレットはまだ出てないのかな。いや、ジンベイ多分これシークレットだと思うんだけどね。で、スペシャルカードとかリーダーカードが出てないはず、これまだね、1枚も出てない、上の6枚。まあなんでこんな形で1ボックス目は、まあ個人的にはね、普通にいいキャラいっぱい当たったんでありがたいですね。まあただやっぱエースとかサボとかね、まあ、ルフィとかリリスとかが当たってないので、ちょっと次のボックスで当てたいなと思ってます。まあ、ということで、前半はこんな形で終わって、次の動画で後半上げようと思っていますので、そちらの方もご視聴してみてください。まあ、ということで、今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。面白いと思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。